皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。子どもの苦手を知るためのお母さんの理科の授業、今回は前線、これについてお話しします、ね、天気予報でもよく出てきますよね。前線、まず前線の大体のイメージをつかんでください。前線というのは暖かい空気と冷たい空気、これが接している部分にできると。つまり前線を見たら、これって暖かい空気と冷たい空気の境目だって、ね、こう思えばいいんですね。まずこのイメージをしっかり持ってください。ではこの前線って理科ではどんな風に説明しているか。理科的に性質がほぼ同じような空気の塊、これを気団と言います。空気の気に団体の団、これで気団、こう言います。この気団は暖かい暖気団、ね、暖かい空気のまとまりですね。そして冷たい寒気団、この2つに分けられます。そしてこの暖気団と寒気団の接する境界面、こう接したこの部分ですね、接している部分、この境界面を前線面といって、この前線面が地上に接する部分、これが前線です。つまり暖かい空気と冷たい空気がこう交わっていて、それが地上に触っている部分、地面と接している部分、これが前線なんですね。で、前線って4つの種類があります。これは覚えなくてはいけないので、お子さんと一緒に覚えちゃってください、ね、前線の種類4つ、温暖前線、寒冷前線、停滞前線、閉塞前線です。温暖前線と寒冷前線というのは一組で、出てきます。実はね、低気圧の中心から西側に伸びる線で出てくるのが寒冷前線、東側に伸びる線で出てくるのが温暖前線なんですよ。これ2つ一組です。マークはこんなマークです。温暖前線のマーク、線が引いてあって、丸い形、まあ半円ですね、の形が線の上にこんな風に並んでいます。このマークはこの暖かい空気がこの丸いマークの方向に冷たい空気を押しているんだよ、こういう意味です。それに対して寒冷前線、これ尖ったマークになります。こんな風な三角形の尖ったマーク、ね、これが寒冷前線のマークです。この寒冷前線、冷たい空気がこの三角形の尖った方向に暖かい空気を押しているよ、とこういう意味になります。これに対して停滞前線、日本では梅雨時によく現れる前線ですね。これは丸と三角が一組になって出てきますね。丸いのと三角がこんな風に一組になってこう並んでいくんですね。ここからこっちにも並びます。これは暖かい空気と冷たい空気がこう押し合っていると、ちょうど力が釣り合っている状態でなかなか動かない状態、これを表しています。ですから梅雨時ってずっと雨の日が続くんですよね。日本の上にこの前線、日本のところに前線がずっとできてて雨が降ると、こういうことです。さて最後、閉塞前線、これは寒冷前線と温暖前線、先ほど話したように低気圧の中心から伸びている前線なんですけれど、西側の寒冷前線が東側にあった温暖前線にこうだんだん追いついて、実は寒冷前線の方が進むのは早いんでね、追いついた時にできる前線です。閉塞前線はこんなマークです、ね、温暖前線のマークのために同じ方向に、ね、
寒冷前線のこの三角のマーク、ね、同じ方向にこう出てくるわけですね。こんな風に並んでいきます。これが閉塞前線です、ね、停滞前線は、ね、向きが逆に出てきたのに、閉塞前線は同じ向きにこう、ね、丸と三角が出てくるんですね。では次はテストで出やすい形でどんな風に出るのかで図を見てどんなことが分かるのかということについてお話しします。低気圧の中心から伸びる寒冷前線と温暖前線についてお話しします。こちら側に寒冷前線、こちら側に温暖前線、このように書いてあります。この前線というのは暖かい空気と冷たい空気の境目、これが地面と接している部分でしたから、この線の上の部分って実は日本では北になるので寒いんですよね。線より上の部分、これは冷たい空気の中に入っている。この線より下の部分、これは暖かい空気の中に入っている、このようなことがわかります。ですから位置として寒気の中の地点、これは ABCDE の中で A と C、 これがこの線より上にあるので、これ寒気の中にある地点ということが分かりますよね。それに対して暖気の中、暖かい空気の中にある地点はこの線より下の部分ですから、ここでは B だけですね。暖気の中に入っている部分は B の地点だけということが分かります。で、日本の天気ってどの方向からどの方向に変わっていったか覚えてますか？これは日本の天気は西からこれ東に変化していきましたよね。これは日本の上空に偏西風という西から東に向かって吹く強い風が吹いているからでした。この風のために日本の天気は西から東へ移動していきます。ですから図の前線も当然西から東へ移動していくということになります。では次にこの D 地点と E 地点です。この地点の空気どんな風になっているか、ね、図にしてみました。ここが地上だとすると D 地点、これちょうど前線の上にあるところですね、はここです。で、 D よりこちら側がここになるので、ここって暖気ですよね、暖かい空気、それからこちら側は、寒気、冷たい空気、このようになっていることが分かりますよね。この境目はこうです。冷たい空気、寒気は重たいので下に潜り込もうとします。ですからこの下に潜り込もうとするんですね。暖気は暖かいので軽いと、軽いので上に行こうとします。で、この寒気に押し上げられるようにして、ここにあった空気は上に上がっていきます。そしてここに雲を作るわけです。でもこの暖気上に上がっていってもこちらがつまり西の方向に行くことはできないんですよね。なぜかって言ったら天気って西から東へ移動している、つまりこちら側に移動しているので、こちら側にこの上がっていったもの進めないんですね。ですからこの真上に雲ができるんですね。この雲ね、代表的なものはこれ積乱雲って言いました、ね、積乱雲ができました。これ雨の降る範囲はこの雲の範囲ですから、だいたいここからこの辺り、この辺りで雨が降ります。まっすぐ上がっていった空気、それでできた積乱雲、真下に雨を降らせますから、これ雨の降る時間も短いですし、雨は激しいんですね。それに対して今度は E 地点どうでしょう。ここですね、 A 地点、こちらがあってここの範囲ですから、ここ暖気になります。こちら側は寒気になりますね。
で暖かい空気は軽いので上に行こうとするんですけれど、この寒気の上を滑るようにこのように進んでいきます。これ重たいんでなかなか下の方動かないんですね。ですからこの上を滑るように上に登っていって、少しずつ少しずつ雲を作っていきます。でこの雲乱層雲と言います。代表的な雲は乱層雲です。雨の降る範囲はこの雲のできているこういう範囲で雨が降りますよね。ですからこの雨の降る範囲は広い、そして長い時間降るんですね。ですからこちらが温暖前線の近くで降る雨は長い時間広い地域でしとしとした雨が降る、ね、こういうこともわかります。この部分ね、雲の名前と雨の降り方よくテストに出ますので、お子さんにお話ししてあげてください。それからこの前線が通った後気温はどうなるでしょうか。 D 地点ね、これこの地点、この前線が通り過ぎると寒気の中に入るので、この前線、寒冷前線が通り過ぎると気温は下がります。それに対して温暖前線ね、いい地点、これちょうど境目だったんですけど、これ通り過ぎるとこの暖かい空気の中に入るので、この温暖前線が通り過ぎると気温は上がると、こういうことになります。このような部分も押さえておくといいと思います。今回は前線、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。